こんにちは、渡辺かりんです。秋分のお彼岸の中日、秋分の日、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、今日おはぎを仏壇にお供えして、それで午後から鹿児島に住んでる娘が名古屋に来るのでお迎えに行って、それから夫の誕生日でもあるので家族団らんを楽しむ予定です。そしてこの9月23日はですね、今日が締め切りなものがあるので、そのお知らせです。私のこの10年間ぐらいの研究の成果の動画の講座、これが今日までお値打ちなんです。それを見ていただければ、タイトルにあるように幸せなパートナーシップをのお作法というタイトルありますが、ぶっちゃけた話、良き間具合をするっていうことですね。間具合っていうの意味をよくある言葉に置き換えると、セックス、性行為ですね。セックスとか言うとちょっとなんかいやらしいようなイメージが随分と覆いかぶさっちゃってますので、日本古来から の言い方で間具合という言葉で置き換えていってますが、それがうまくできる、うまくできるっていうとなんか言い方が変ですけど、お互いに深いつながりを感じる幸せな溶け合う交流ができるという、それは経験をね、たくさんの人と体験して積み重ねないとできないことかと思ったんですけど、私の長年の研究の成果でそんなことないです。運動神経鈍くても若くなくても、それからそういう性行為に関する感とかが良くなくても、これはですねできるんです。それも女性が自分の健康と美容を整えるために自分の体のメンテナンスするだけでできるんですよ。そのメンテナンスの仕方は、昔の場合は普通の生活習慣でもう自然とできちゃってましたけども、今はですね便利になってますので、便利な生活ですと体が逆に育たなくなってるんですね。それで何かを補う必要があるんですけど、簡単に補う方法を私編み出しましたので、そういったこととか、あと心構えですね。AV ビデオとかポルノ映画とかで洗脳されています、私たちの年代というか、もうそれは数十年前から洗脳されてるんですけど、それを解くための考え方もありますので、そういったことを全部ひっくるめての動画、大和の間具合、縄文の H の成功、これ2時間13分の動画で、その中にボディーワークの仕方も入っております。これさえご覧になって忠実に実行していただくと、皆さん幸せなパートナーシップが結びます。あとは個別に個々に独自の体験とか感情とかそういったものがありますので、それを見てできなかったら、それをご覧の方のご優待の個人セッションもあります、用意しておりますので、とにかく今日のうちに決済していただくとお得なんです。その私の長年の研究の結集ですので、それで人生が変わるんだったら安いかなって感じで、お値段が税込みで24,200円なんですけど、今日までですと8,800円、税込みで8,800円でご購入できますので、ぜひ。あとそれをセットにしたイベントがありまして、それも今日中に申し込んでいただければそれがついてくるんですね。どんなイベントかというと、9月の26日の月曜日、この桜姫サロンに来ていただいてのイベント、それからあ
とは10月の15日16日のイベント、あとは10月の1にはタントリックヒーリングですね。私がヤマトのマグアイが叶うタントリックヒーリングというのを10月の1日と2日同日とやります。日にち順に言いますと9月の26日土曜日、それから10月の1日土曜日、10月の2日土曜日、あと10月15日の土曜日、16日日曜日、その講座を今日中に申し込んでいただきますと、その動画もついてくるという、今日の23時59分までが締め切りですので、もうねこのチャンスお見逃しなく、またねそのこちらに来ていただくイベントですと、この新しくできた桜姫御殿にとてもいい気が漂ってます。それと会場ではすごいセールがあるんですね。なんと桜姫ショーツ5割引き、これはこのサロンのこけら落としイベントなんです。皆様のおかげでこの桜姫サロンが立ちましたので、その感謝の感謝還元のために、半額から3割引きのセールをしております。桜姫ゴールドという純金の入ったものが、税込み9万8000円なんですけど、これも半額で4万9000円です。子宮の49ですね。ぜひこの機会にいらしてください。他にもね、新月シリーズで3万3000円で税込みで販売しているもの、そのシリーズすべて半額です。ということは税込みで1万6500円ですので、一番お手頃なものが見てくださってありがとうございます。一番お手頃なスタンダードシリーズ1万6280円税込みのが、これが3割引きですね。ですからその通常1万6280円で売ってるものが送料込みですと1万6680円になりますの でそれよりも安くなるんです、新月シリーズが。これの機会はね、ぜひお見逃しなく、どうぞご利用くださいね。桜姫サロンでお待ちしてます。今日中のお申し込みで特典がいっぱいついておりますので、どうぞご覧くださいね。はい、見てくださってありがとうございます。